今回やるイベント、冒頭の時点で怪盗キッドを思い浮かべたのは私だけではないですよね。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。主人公は26歳の女の子、クソガキユイと名付けてプレイをしております。今回は西洋を舞台にした怪盗集団と探偵がテーマになっておりまして、普段が割と現実的な舞台のスタマイだからこそ、この異世界にも没入感を生んでいきそうな予感です。名探偵コナンの怪盗キッド、男女ともに憧れの存在ですよね。コナン君が訪れる先で事件が起こりがちで不吉な男と揶揄されますが、そのポジションはヒロインになっていくのでしょうか。基本的には平和にまとまる、安心して見ていられるのがスタマイの良さだと思っておりますが、どんな物語が待ち受けているのですかね。それではご覧いただきましょう。イベントストーリー、カーション、月夜の予告状です。どうぞ。 X 月 X 日、満月のキラキラと輝くその夜、屋敷の主であるクロムウェル男爵と警備を任されたオードリー警部はトゥース応接まで談笑していたという。すいませんね、余計な一言どうしても言いたくなっちゃうんですよね。いくらスタンドといえど、これだけの警備体制では手も足も出ない。少しでも考える頭があれば尻尾を巻いて逃げ帰るほかないと理解するでしょう。英雄などともてはやされていますが、所詮はコソ泥、何人で来ようが一網打尽にしてみせますよ。あっ、頼もしい。警部、奴ら現れたか。いえ、まだです、まだのはずなのに。女神の聖杯がいつの間にか盗まれました。なにこの小物感ね。どけ、道を開けろ、役立たずども、わしの聖杯、聖杯が。ん、あるじゃないか。ですが、残念ながらこれは偽物です。ん、いつの間にかすり替えられたようです。つい宣告に確認した際は間違いなく本物だったのですが。そんなバカな、あんなに苦労して手に入れたわしの。落ち着いてください、まだこれが偽物と決まったわけでは。黙れ、わしが用意した鑑定士の目が節穴だと言いたいのか。いえ。大口を叩いておいて、まんまと盗まれた間抜けがわしに意見するな。お前らもいつまで突っ立ってる、まだ近くにいるはずだ、死ぬ気で探し出せ。はい。もし見つからなかったらこの責任は取ってもらうぞ、オードリー。くそ、勝手な指示を。あの、警察も大変ですね、お疲れ様です。仕事は済んだのでしょう、もうお帰りになられては。それは私が預かります。どうぞ。ですが取り扱いにはお気をつけくださいね。ふん、うさんくさい笑顔だ。無論本物なら気をつけますがね、そちらの言う通り偽物ならば気をつける必要など。やえ、しびれ。ああ、人の助言を聞かないから、まあ、グルだったんですね。聞いていただいても困りますが。なあ、守備は。はい、ジャージャーです。大変ご親切にレプリカも使わず本物を出しておいてくださったので、探す手間が省けましたね。 H とも合流、これより予定通りのルートで持ち出しますので。では、そちらも予定通りよろしくお願いします。これが怪盗の姿ということね。だから鑑定士はてな警部はてなとなっていたんだね。なるべく派手に。ああ、了解。任せて、よそ見なんてさせないからさ。ねえ、それにしてもほんとこれよくできてるよね。輝き方までそっくり本物なのにこんなに軽い。たく、当たり前だろ。これで出来が悪かったら
孫の代までクレーム入れてやるとこだ。あの主戦度、お前の銃と合わせてぼったくりみたいな金額請求しやがって。でもその分先生の腕は確かだよ。そうじゃなかったら他の人に頼むでしょ。あ、やかましい、ニコニコするな、さっさとよこせ。はい、どうぞ。おい、準備はいいな。カウント3でいくぞ。うん、いつでも。3、2、1。月明かりのもと、必死で彼らを探していた警官たち。そこへ突然空から声がした。こんばんは、いい夜ですね。屋根の上に誰かいるぞ、モブ警官1。聖杯を持ってる、スタンドだ。女神の聖杯、予告通り確かに頂戴する。まあ、こっちが偽物なんですよね。これをフェイクに本物を持ち出してるということですよね、今おじさんたちがね。返せこの泥棒。うん、泥棒、ひょ、撃ってきたぞ。なんだこれ、インク、なんで光ってる。総員下がれ、迂闊に動くな。泥棒はそっちでしょ。何を。そうだな、この聖杯をどこでどうやって手に入れたのか大声で説明できますか。うるさい、金は払ったんだからわしのもので。不正に入手したんですかね。バカの理屈な。はあ、あのさ、餌吐きは泥棒の始まり、汚い泥棒はスタンドの敵。泥棒側が言うんですね。懲りずに悪い嘘をつき続けるならまた盗みに来ますよ。今度はもっと大事なものを。黙れ、クソ、泥棒風情が偉そうに。泥棒じゃない、怪盗です。まあ、怪盗っていうとね、まあ、正義の泥棒みたいなことを意味しているんですかね。スタンド、半年前に突如として現れ、今では国中にその名を轟かせる怪盗団。4人組ということ以外正体は全くの謎。被害額は相当なもので、警察は躍起になって追っているけれど、その活動方針から市民からの人気が高く、ちょっとした英雄扱いをされている。私の生まれ育ったこの町でももちろん彼らは大人気で。そんな導入から始まっていくんだね。号外、号外だよ、またスタンドの勝ちだ。一部ちょうだい。こっちもだ。あ、押さないで、まだ数はあります。あ、後ろから伸びてきた手にすりたての号外をピッと一部抜き取られる。お前また雑用か。うわ、イクトさん、大カス、彼らはどこまでも人の道を行く英雄たちの活躍から今後も目が離せない。担当記者は真横アミークスか。さすがセントラル出身の才女はいい文章を書く。で、次こそは絶対に掲載してもらうと息巻いていたお前の記事はどこだ。それはそのスタンドの記事は注目度が高いから競争率も高くって、新人にはなかなか。そうか、そんな言い訳してるようじゃ雑用担当の記者見習い脱却はまだまだ遠そうだな。ああ、もう本当にこの人は意地悪言ってる時が一番生き生きしてるな。たく、どうせ雑用ならあのままおとなしく診療所に雇われればよかったんだよ。何かドジ踏んで派手にやらかす前に今からでも清先生に頭下げてこい。確かにまだ一度も大きな仕事は担当できていませんが、私は記者として頑張るって決めたんです。まあ、今回はね、このヒロインは新人新聞記者役といったところでしょう。今に大きなニュースを掴んで一面を飾ってやります。へえ、大きなニュースって。それは例えばスタンドの正体とか。おお、まあせいぜい頑張れ。まあ、このイクトさんがスタンドと思われるんですけどね、絶対無理だろって顔が言ってる。というかイクトさん、こんなところで足を止めていていいんですか。今日は確か公爵のお屋敷に行く日でしょ。
だから昼過ぎまでは余裕があるんだよ。日がない一日走り回ってるお前と違ってな。これから春とラグーンでゆっくりブランチだ。え、いいなあ。後でお前も来い。どうせランチの誘いなんて誰にも受けてないだろ。失礼な、私だって今日はたまたまないですけど。聞いたら哀れな万年没女にコーヒーぐらい恵んでやる。じゃあな、約束ですよ。最後にもう一度ふんと鼻で笑った生徒さんはそのまま行ってしまった。毎度のことだけど、仕事で商談をしている時の好青年と同一人物とはとても思えない二面性のあるキャラクターだからね。昔は私にも優しかったのにな。それが数年離れただけですっかり生き生き意地悪人間になって、数年ぶりに帰ってきた時すぐ生徒さんだって気づけなかったのは本当に悪かったと思ってるけど、まあ、この辺はメインストーリーとも重なる設定だよね。それにしたって来世まで根に持つはさすがに罰が重すぎでは。ねえ、一部もらえる？あ、はい、どうぞ。ってありがとう。さあ、こちらもかっこいい登場ですが、きらびやかな装飾を身につけているわけでもないのに、その麗しさに目がチカチカすると思ったのは私だけではないようで、豪快に夢中だった町の人たちも彼らをチラチラと気にしている。一体どちら様？君ってさ、この町の人だよね。ちょっと教えてほしいんだけど、ランチにおすすめのお店はどこかな？軽く食事がしたくって。あ、それならこの通りをまっすぐ行って突き当たりを右に入ったところにあるラグーンというカフェのミートパイとコーヒーが美味しいですよ。まあ、この後行くカフェですよね。うん。は？だけ？え？アキ、その顔はやめろ。失礼だろ。信じらんない。だってけ、ミートパイとコーヒーってランチなの？この人たちよく見たら顔だけじゃなくて身なりもすごくいい。軽く食事って言ってもカジュアルなカフェを利用する感じじゃない。すいません、ホテルザ・ゴードンのレストランがおすすめです。んー、ゴードン？はい、夜ならもう少し何軒かあるんですけど、この時間だとあそこぐらいしか。ねえ、ゴードンって確か、うん、今夜泊まるところだね。ちょうどいいからそこにしようか。あの、旅行の方ですか？いや、旅行ではなく西から仕事のために来た。しばらくこの町で暮らす。西か、なるほど、ゴードンに泊まるわけだ。中央のセントラルを中心に5つの区ヤードに分かれているこの国で、セントラルを除けば最も貴族が多いのが西だ。町も人もとても豊かと聞く。はい、よかったらどうぞ、お近づきの印に。あ、ありがとうございます。赤髪の美しい彼が差し出してくれたカード、綴られていた金の文字はディレクティブエージェンシー R。 探偵事務所？何かあればご用命を。ちょっとアトリ、そんなに軽々しく出していいの？まさか。情報量だよ、何事も等価交換でしょ。それとも渡すとまずかった？高尾美、構わない。ならもう行こう。ありがとう、仕事中に悪かった。あ、いえ、うん、新聞社と接点を持ちたかったということなんですかね。またね。謎の4人組、スタンドと同じ4人。その後ろ姿を見送りながらほとんど癖のように文面を考える。突然現れた見目麗しい探偵たち、彼らの正体はなんと、なんてね、さすがにないか。うん、スタンドだと思っているんですかね。ないよね。ふーん、探偵か。スタンドの正体云々っていうのはともかく、確かに何かありそうだね。でしょ？なんかこう顔を合わせた瞬間、予感がしたというかね、記者としての第六感がこう雑用としての第六感で、こき使われそうな気配でも感じ取ったんだろ。上げ足の取り方、またそうやって。いや、いいです、今は何とでも言ってください。
私は自分の直感を信じてみます。え？調べる気？とりあえず事務所に一度行って話をしてみようかなって。取材させてもらえたら何か面白い記事につながるかもしれないし。あの、皆さんコーヒーのおかわりはいかがですか？あ、ありがとうございます。いただきます。今日も抜群に美味しいです。うん、美味しそうなコーヒー入れそうですよね。ありがとうございます。それにしても例の4人組早速少し噂になってるようですね。他のお客様たちからもちらほらと話が聞こえてきます。でしょうね。あれは目立ちますよ。何でも一人は大変高価そうな金のブローチを身につけていたとか。ブローチ？ああ、バラのブローチかな。明るい髪色の一番背の高い人が確か胸元によく見てますね。西から来た4人組、バラのブローチ R レベルの頭文字になってますよね。ん？シュン、何か心当たりでもあるのか？いえ、西の貴族はバラのモチーフを好む傾向があるので、彼らもやはりそうなのかなと思っただけです。貴族か。あ、目の色が変わった。貴族とか権力とか好きなんですもんね。よし。おい、ゆい、そのカードを渡せ。俺が有効活用してやる。絶対そう来ると思いましたが、ダメです。これは私の大事なスクープの種なので。そうか。って、あれ？カードが。イクトさん、またやりました。何のことだかな。ハル君、泥棒が出た。はいはい、大変だね。頑張って。他人行儀。シュンさん、俺もコーヒーおかわりで。ああ、こっちもだ。ちょっとおかわりの前に返してください。姉さん、またイクトと喧嘩してるの？え？え？ああ、いらっしゃいませ。よりもお帰りなさいでしょうか。そうだね。ただいま、みんな。今日？そっか、セントラルでの公演終わったんだ。1ヶ月お疲れ様。どうだった？いろいろ大変なこともあったけど、今回も楽しかったよ。でも確か昨日の夜まで公演あったはずだよね。帰ってくるのずいぶん早かったね。うん、少し無茶言って今朝から馬車を出してもらったんだ。みんなに早く会いたくって。キョウ君、みんなにですか？ああ、それ思いました。絶対姉さんにですよね。まあ、今回は兄弟役ということね。まあ、それは言わない約束。あ、私も会いたかったよ。お父さんたちなんて昨日の夜からそわそわしてた。もう一回帰ったの？うん、荷物だけ先に届けてもらってる。お土産にいろいろおいしいお酒買ってきたから、今夜父さんたちとみんなで飲もうね。しばらくはゆっくりできるから。やった、楽しみ。っていつの間にかこんな時間か。もうオフィスに戻らないと。ごめんね今日。また夜にゆっくり。うん、気にしないで。ちょっとでも顔が見られてよかった。しゅんさん、ごちそうさまでした。いえ、午後も頑張ってくださいね。おい、ごちそうしたのは俺だろうが。今言うところですよ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あ、そうだ、ハル君、公爵にあさってはいつも通り10時に伺いますって伝えてくれる？うん、オッケー。それじゃあまた。ったく、バタバタと騒々しいな。いくつ年を食えば落ち着くんだ、あのイノシシは。落ち着かないんじゃない？東洋の国には三つ子の魂100までって言葉があるんでしょ。まあ、姉さんはあれでこそ姉さんだから。ところでいくと、さっき姉さんと何を取り合ってたの？これだ。ん？何これ、探偵事務所？うん、ユイがスタンドかもしれない人たちに会ってそのカードもらったんだってさ。え？未明麗しい謎の4人組だそうですよ。まあ、俺たちがスタンドなのにと思ってるんでしょうね。へえ。
探偵さん、こんな何もない町に何の用だろうね。本当にね、しらばっくれてますね。そうですね。ですが、なんだとしてもゆいさんが妙なことに巻き込まれては心配ですので、念のため旦那様にお伺いしてみては。ああ。ふう、だいぶ片付いてきたかな。ねえゆいさん。あ、かなめくん帰ってたんだ。お帰り。うん、ただいま。相変わらずすごいことになってるね。毎回思うけど、この作業誰かもう一人雇えばいいのに。あ、この状態だけ見るとそう思うよね。でも書庫内の本棚全部を一度にやってるわけじゃないから、意外と作業量はそうでもないんだよ。毎月整理が必要なペースで蔵書が増え続けてるのはすごいことだなぁと思うけど。まあね。おととい生田さんたちが持ち込んだ分もほとんど全部買い取ったみたいだしね。あ、そうだ、その時一緒に買った茶葉の味がいいから今日はそれ出してくれるって。え、本当？やった、楽しみ。あと少しでこの段が終わるから、そこで休憩取らせてもらおうかな。かなめくんも一緒にお茶できる？いいよ。じゃあ終わったら俺の部屋来て。あれ、応接間じゃなくて？うん、今来客中だから。カッカが美味しいっておっしゃるんだから、それはもう美味しいんだろうな。楽しみだな。まもなく作業は一段落し、私は足取り軽くカナメくんの部屋へと向かっていた。応接間の前を通り過ぎようとしたその時。そうか。ではまた何かあれば。ん？なんだか最近どこかで聞いたような声が、檜山さんっぽかったよね。何気なく中の様子をちらりと見て、思わず足が止まった。え？ん？あ、え？ああ、ふむ、あなたか。こんな偶然ってあるんだね。まさか君が相馬さんの知り合いだったなんて。こちらこそ驚きました。閣下のご友人だったとは。ふむ。顔を見るのは数年ぶりだ。父上の葬儀以来か。ああ、そうだな。なんで俺まで巻き込まれてるんだろう。部屋戻りたいんだけど。って思ってるだろうけど、お願い、かなめくん一人にしないで。じゃあ改めて、俺は羽鳥。隣が兄の高を見て、そっちが弟の秋と啓太だよ。あの、この間はどうも。いえ、そんな。ご兄弟だったのか。今回はそんな設定なんですね。家名は探偵業をするにあたって有利に働くこともあるが、邪魔になることも多い。彼らはさらりとそう説明して名前だけを名乗った。まああんまりね、表に出てくるような仕事じゃないよね。まあでも公爵閣下の元語学友で対等に話をしているということは、そういうことなんだろうな。そんな人たちが探偵ってますます謎だ。ところで、それにしてもお嬢さん、名はユイと言ったか。はい。相馬が記者と懇意にしているとは意外だった。どういうつながりだ。ああ、彼女は以前私の主治医の診療所で助手をしていたな。新聞社に入ったはいいが、仕事がまだ少なく副業を探していると紹介を受けて、月に一度書庫の整理を頼むようになった。へえ。どうして診療所の助手から新聞社に？それは、その、たく。初対面で踏み込みすぎじゃないか。うん。ごめんね。答えたくないことなら聞かなかったことにして。ただ、噂話が好きそうとか、浮ついた印象があまりないから、ちょっと意外だなと思って。初対面で意外っていうのもね、失礼に値する場面もありますけど、さらっと言ってきますね。はい。実は弟が、その人前に立つ仕事をしておりまして。ん？人前に立つ仕事っていうと歌手とか。いえ、俳優です。へえ、すごいね。仕事を始めて数年、周りの方のご好意と本人の努力が実を結んで、ようやく売れ始めた頃に、事実無根のゴシップで騒ぎ立てられたことがあって。ああ、くだらなかったね、本当に。
うん。嘘で人を傷つけない。ちゃんと伝えるべきことを正しく伝える。そういう記者が増えればいいのに、そう思うならまず自分が、と。そのような勢いで、あ。なるほど。記者になったのは弟を守るためか。ああ、いえ、今はお恥ずかしながら。俳優として活躍する弟を称える一面記事を担当したいという気持ちの方がずっと強いです。呆れられてしまいそうで、あまり大きい声では言えないのですが。そう？俺は素敵だと思うよ。弟さんのこと、それだけ大切に思ってるってことだし。はい、自慢の弟です。そうか。カナメくんのことも弟のように思っていますが。まあ。俺は、ゆいさんみたいな姉さんがいたらと思うと、ため息しか出ないよ。そんな。じゃあ、一日も早く一面記事を担当できるように。今は経験を積みながら日々スクープを狙ってるってわけだ。そうですね、平和な街なのでなかなか大きなニュースもなくて苦戦していますが。では今は何について調べているんだ？え？狙うというならば当然的を絞って探っている事柄があるんだろう。そうですね。突然現れた皆さんの目的と正体を探ろうとしていました。で、元気に答えたら冗談として受け取ってもらえるかな。無理だよね。まあそもそもね、この知らない人たちに自分の情報をちょっとさらけ出しすぎてる感もあるしね、怖さがありますよね。味方か敵かわかんないもんね。よし、こういう時は。今はスタンドについていろいろと。うん。スタンド、ね。ああ。君もスタンドを奇遇だね。もとおっしゃいますと？うん。俺たちも調べてるんだ。いろいろとね。そうだ。ここでこうして会ったのも何かの縁だし。同じことを調べてるなら協力しない？協力？どう？どう思う？まあ。高尾兄さんの判断に任せる。うん。僕も、ハトリの独断なら反対だけど。まったく。俺も一応、兄さんなんだけど。お嬢さん。近々、時間を作れるか？はい？そうだな。ここで、話し込む内容でもない。後日、俺たちのオフィスで、改めて話がしたい。数日後。緊張しながら事務所のドアをノックすると。はい。あ、カナメくん、どうしてここに？うん、この間帰り際に頼まれてしばらくここの雑務を手伝うことになった。全く知らない人に頼むより安心だからって。そうだったんだ。じゃあ中にどうぞ。先客がいるけど、ちょうど話がついたところだから。先客？もう依頼の相談に来てる人がいるのかなって。では、こちらの茶葉を2貫とこちらの時計ですね。ありがとうございます。お支払いはご切手で。ああ。な、イクトさん。あ、そういえばこの間のカード結局返してもらってなかった。コネクション作りをしに来てますね。おや、ゆいさん、こんにちは。こちらでお会いできるとは思いませんでした。どうされたんですか？お約束をしておりまして。というか、そのセリフはそっくりそのままお返ししたい。うん？知り合いだったのか？あ、はい。実は幼な、幼馴染なんだよね。え？ゆいちゃんと同じで、生まれも育ちもこの町の、現在29歳。正家、サマーアイズ家の次男である春氏とは？まあ。家柄の差はあるものの、幼少期から兄弟同然の付き合いをしていて、現在は彼の仕事を手伝っている。ハル君のことまで。この国では珍しい東洋人の血を色濃く継いだ整った容姿と巧みな話術を武器に、イーストヤードだけにとどまらず横暴で顧客を増やし続けているやり手の貿易商でしょ。へえ。これは驚きました。そんな風に言っていただけで光栄ですが。
イクトさんが話した？いや、違う。いつも通りの微笑みを浮かべてはいるけれど、その表情からは明らかな警戒を感じた。まさか。私のことを調べるよ。早速どこからか依頼でも。いいえ、ただ少し彼女と仕事をしたいと思いまして。そのために本人とその周りのことを最低限知っておきたかったので。なるほど。仕事ですか。これは思った以上にとんでもない人たちの懐に飛び込んでしまったのかもしれない。お嬢さん。そう、怯えなくていい。と言ってもね、これだけ個人情報を握られてペラペラと喋られては警戒もしますよね。それとも何か調べられると後ろめたいことでも。この聞かれ方もちょっと怖いですしね。いえ、そんなありませんが。ゆいさん、そう慌ててはあると言っているように聞こえますよ。では、その理屈で言うと、落ち着きながらそのように言うのもあると言っているように聞こえるんでは。さすが探偵の皆様は頭の回転が速くていらっしゃる。それではこれ以上暴かれてないうちに私は退散いたします。本日はありがとうございました。そうだな。いい品があればまた紹介を。ええ、もちろんです。今後ともどうぞご贔屓に。ああ、ゆいさん、紙に糸くずが。え、失礼。いいか、外にいる。万一何かあったら大声出せ。耳打ちされた言葉に思わずイクトさんの顔を見るとにっこりと微笑まれる。取れましたよ。ありがとうございます。では。さて。待たせた。そこへかけてくれ。カナメ、彼女にコーヒーを。はい。失礼します。本日はお時間をいただきありがとうございます。私について最低限お調べになったとのことですが。ああ、そんなに身構えないで。少し情報を集めさせてもらっただけだし、結果何の問題もなかったから。俺たちはぜひ君と協力関係を結びたいと思ってるんだね。まあ一方的に知られてる立場で、こっちは何も知らない状況だからね、フェアな協力関係ってわけには簡単にいかなそうだけどね。では、改めて俺たちの目的を話す。高臣さんたちの目的。あのさ、この間ハトリが俺たちもスタンドについて調べていると言ったけど、厳密に言うと少し違う。俺たちがこの町に来たのは人探しのためだ。人探し？ああ。その人物がスタンドと関わりを持っている可能性がある。だが、この町にとって俺たちは部外者であり、スタンドはここでも支持を得ている。下手に探って町の人間を敵に回しては仕事にならない。それで、お嬢さんの協力を仰ぎたい。なるほど、そういうことか。その対価として俺たちの方で得たスタンドに関する情報を提供する。ほら、悪い話じゃないでしょ。簡潔でわかりやすい最低限の説明。当たり前だけど、まだ自分たちの手の内を明かすつもりは全くないんだな。美味しい話には裏がある。それはわかっているけれど。わかりました。よろしくお願いします。勝負に出ましたね。たく。何を張り切ってよろしくお願いしてんだ、この暴走イノシシ。暴走イノシシって。イノシシじゃなきゃシャンパンのコルクか。いつでもどこでも考えなしに飛び込みやがって。ま、迷いましたよ、これでも。ただ、イクトさんやハル君のことまで知らないうちに調べられていたのに。このままお断りして彼らが何なのか分からずじまいでうやむやになるのもなんだか嫌だなと、まあ、危険な目にも遭いかねないもんね。バカか。探偵なんて人のことを嗅ぎ回るのが仕事なんだから放っておけばいいんだよ。余計な首突っ込んで痛い目見ても助けないからな。とか言いながら、結局私が話を終えて出てくるまで待っててくれたんだから、意地悪言うようになっても面倒見のいいところは変わってないんだよな、ツンデレですよね。あ、なんだよ。いえ、さっきは本当にありがとうございました。心強かったです。いいか、一つ貸しだ。近いうちに目に見える形で返せ。あは、はい。
そこで後ろからかけてくる足音に気づく。振り向くと、ねえ、ゆいさん、イクトさん、おや、ガラメ君、どうしたの？忘れ物を届けに。ってことにして出てきた。え？なるほど。本当の要件は？次に会った時でもいいかと思ったんだけど、やっぱり早いうちに伝えておこうと思って。伝えるって？あのさ、俺が整理を任された資料の山と別に、触らなくていいって言われたキャビネットが一つあるんだけど、昼頃にあの人たちが揃って食事に出た時、一番下の鍵付きの引き出しが半開きになってた。まさか覗いたの？カナメ君、結構悪い。いや、触らなくていいって言われただけで、触るなとは言われてない。ならセーフですね。セーフですか？中身はほとんど全部ある回答に関する資料だった。ある回答？その言い方だとスタンドじゃないってこと？そう、ファーブラだよ。彼が世間を騒がせていたのはもう20年以上前のことけれど、未だ伝説のようにその名が語り継がれている世紀の大怪盗ファーブラ。必ず予告状を出し、どれだけ限界に警備されても華麗にお宝を盗んでいった。命尽きるまで私は私の美学に従う。生涯現役でいることの宣言とも取れる言葉を残して数年後、ある時盗みに入った屋敷の大火事になり、焼け跡からは彼のものらしきモノクルが発見。以降パッタリと犯行が止んだことから、その時死んだものとされている。そんな伝説の存在がいたんですね。悪人しか相手にしない、必ず予告状を出すなど、彼とスタンドとの共通点は多く、スタンド関連の記事にもたびたび名前が上がる人物だけれど、彼らが探しているのはスタンドに関係のある人物のはず。どうしてファーブラの資料なんて？まさかファーブラは今も生きていて、しかもこの町にいるとか？うん、もしそうならスクープ中のスクープだけど。興奮したのもつかの間、カナメ君が続けた話に、私は冷水を浴びせられたように冷静になった。キャビネットの中身はほとんどファーブラ関連のものだった。でも一つだけ違うファイルがあった。中身は京さんの記事のスクラップだった。え？さっき言ってた、ユイさんと協力関係を結ぶための最低限の事前調査の一環ならいいんだけど、だとしたらイクトさんやハルさん、ユイさん本人の資料も一緒になってるのが自然だし。なるほど。確かにそうだね。まあ一応あの人たちの本当の目的とかはっきりするまでは用心した方がいいと思って。ごめん。ユイさん、ごめん、そんな顔させるほど驚かすつもりじゃなかったんだけど。あ、ごめん、大丈夫、ちょっと別のこと考えてた。教えてくれてありがとうね。今日にも伝えるかどうかはちょっと考えるけど、でも気をつける。うん、それじゃ俺は戻るから。うん、またね。うん、カナメ君も気をつけないとね。どう思いますか？別に。カナメが見たのは一番下の引き出しだけだ。他の引き出しに俺たちの分が入っていた可能性も十分にある。はい、大体京都ファーブラなんて何の関係もないですし、今の話だけじゃ何もわからないですよね。もう一つの家族が今日を探してくれていると決まったわけじゃない。たく、分かってんなら帰る前にその顔どうにかしろ。うん、血のつながった兄弟じゃないということなんですかね。まあ、これは乙女ゲームあるあるな気もしますけどね。すいません。って生田さん、どこ行くんですか？いえ、あっち。お前の神器臭い顔見てたら腹が減った。責任取って夕食付き合え。これも優しさなんでしょうね。はい、すいません、ありがとうございます。あ、何のお礼だよ。言っとくけどお前のおごりだからな。ちゃんと形あるもので返せと言ってましたもんね。さっさと歩け、行くぞ。あるか、思ったより厄介かもな。ん？これ。あ、ハレ。ん？あ、
ハルが唇に指を立てた意味をドアを見て察した。閉店後のラグーン、クローズのプレートがかかっていないのは厄介な来客を示すサイン。うん、おいしい。そうですか。お口に合って何よりです。ねえ、オリジナルのブレンドですか？え、マスターの。まだお若いのにコーヒーを入れるのも料理も本当に上手なんです。ああ、もともとは相馬さんのところ、フリティラリア家の使用人だった方なんですよね。あの、それもユイさんから。んー、いいえ、これは風の噂です。ちなみにあなたもそうだったとか。はい、職を失ったところを拾っていただいたんですよ。公爵には本当にお世話になりました。へえ。じゃあ彼女とはその頃からのお知り合いですか？そうですね、出会いはそうですね。よくお話しするようになったのはこのカフェで働き始めてからですが。なるほど。弟の京君もよく来るんですか？ええ。公園で遠方に出ている期間以外はよく来てくれますよ。プライベートのことなのであまり詳しくお話しするわけにはいきませんが。まあ。ですよね、すいません。それにしても本当に美味しいです。どんなにブレンドが見事でも入れ方が下手ではこうはならない。そうだね、それは言えてますね。それは一から教わったんですよ。マスターが辛抱強い方で救われました。まあ、個人的にね、コーヒーが好きなのでこういうところもこだわってるのを見ると嬉しくなっちゃいますね。行きたくなっちゃうカフェです。やっぱりそうなんだ。うん、やっぱりというと。そうだな、あの屋敷で働いていた時のあなたを知る人が今こうしてカフェでコーヒーを入れているところを見たら驚くでしょうね。過去を知っているんですかね。ねえ、どうしてあなたほどの人がこんなところに。すみません、僕がお出しできるのは最初にお伝えした通りコーヒー一杯だけですので。強調していましたもんね。ああ、これは失礼。誰にでも気軽に話せないことの一つや二つありますよね。いいえ、あえて話すメリットがないことは話さないというだけのことですよ。あなた方ご兄弟がレベル公爵家の名を伏せていらっしゃるのと同じです。そうですか。すみません、お二人ともお待たせしてすいませんでした。うん、全然、俺たちが先についてなくてよかった。それにしてもいずれ来るとは思ってたけど、ずいぶん早かったね。あの、何か探られました？ユイさんや京くんの名前が何とか出ましたが、特定の情報を引き出そうとしている感じはなかったですね。ただ旦那様についての話が多かったように感じました。旦那様というより、あの家についてどういった方が正確でしょうか？それって R の調査対象は旦那様ってこと？ねえ、旦那様ご本人は彼らのことなんて。それが何も、4人が屋敷に来た日も仕事で近くに来たからということで世間話をしただけだったそうです。そっか。っていうか、なんかいよいよ面倒そうな匂いがするね。しばらくは下手に動かずに様子見、特に人気商売でいざという時に身を隠しづらい今日は引っ込めておきたいところだけど、そうもいかないんだよね。ええ、確かに次の仕事は教訓の返信が必要不可欠ですが、リスクが高いのも事実です。旦那様も無理に今動かなくてもいい、4人の判断に任せるとのことでしたので。そっか、そういうことなら予告状出すの少し延期します？そうかな。いや、俺は予定通りやった方がいいと思う。ここで変にスタンドの動きが鈍くなったらますます疑われるんじゃないかな。まあ確かにそうだけどさ、俺なら大丈夫、うまくやるから。だから信じて。言い出したら聞かないよね、そういうとこユイとそっくり。そう、嬉しい。わかりました、キョウ君がそう言うなら予定通り結婚しましょう。イクトさんには僕から話しておきますね。ただしいつも以上に危ない時はお宝よりも
自分の身を優先するということで。了解。そうだ、姉さんといえばしゅんさん。はい。今日ここでイクトと食事して帰ってきてから姉さんの様子がちょっと変なんだけど、何か知ってる？ああ、うん、事情がありそうですよね。そうですか。R が京くんのことを。それはいろいろと気がかりですね。ああ、まだ京には黙っていてもらえますか？もう少し調べてみるので、まあ、この辺の話はしゅんさんにはしてあるんだね。そうですね、特に思い当たることはないのですが、一応イクトさんにも聞いておきますね。うまく流しましたね。うん、ありがとう。なるほど。そうですか、そういうことでしたか。お話は分かりました。ですが、閣下のご指示に従うにあたり、私ども一つ約束を交わしていただけないでしょうか。ああ、それでこちらの願いを聞き入れるというのならば、どんなことでも。ありがとうございます。ではと、まあいろいろと裏側では動き出したタイミングではあるんですが、今回はここまでにしておきましょう。世界観こそ普段のマトリ界隈とは異なりますが、各キャラクターの個性は引き継ぎつつ、まるで違う乙女ゲームをしているかのような楽しみ方をさせてくれるのが嬉しいですよね。洋風な世界と妹兄弟、乙女ゲームあるあるが詰まっていて、次回も楽しみですね。引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解いていく乙女ゲーム実況のコンセプトでやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。